こんにちは。マールスチャンネルです。このチャンネルが動画を配信して1年が経ちました。特別企画として、コウさんが今まで使ってきた無線機の紹介をします。MC の JN3GGF カオルです。講師はコウさんにお願いしてます。JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日はコウさんが開局から今まで使ってきた無線機の紹介ですね。一番上が開局当時のアイコム IC260 です。モービル機でしたが、車と家の兼用で使っていました。車からの積み替えが不便でしたので、トリオの TS770 を購入しました。トリオは以後に社名が現在のケンウッドになり、歴史の流れを感じます。その後、HF への挑戦のため、ケンウッドの TS430V を購入しました。40年以上経っているのに、本当に綺麗な状態で残っていますね。当時は電話機、電信機の四角設定でしたから、いずれも出力は 10W でした。この TS430V で記念すべき CW のファースト QS を行ったわけです。HF、特に 7MHz 帯の SSB では、上下からの抑圧を受けながらの更新でしたから、電話球、電信球の 10W 出力では出力不足を感じました。さらに、当時の 7MHz 帯は 7.0 から7.1MHz までとバンド幅が狭いのに加え、曲数が多く非常に混んでいました。そこで SSB の運用では、一旦強力な曲がコールしてくれれば、こちらがなるべく短く喋ることで、周波数の確保を維持していましたから、ファイルが長く続きました。自作機も3台ほど作りましたが、やはりメーカー製品とは、性能にかなりの差があり、実用化はしませんでした。しかし、自作することで、無線機の構造や原理が分かり、良い勉強になりました。また、自作機から相手局の声や信号が聞こえたときは非常に感動しました。それは良い方法ですね。当時は無線人口が非常に多かったようですね。SSB では常時多くの局の抑圧を受けながらの更新でしたが、CW は別売りのナローフィルターを入れれば、渾身を受けることなく更新ができました。二山を取得してケンウッドの TS680S を購入しました。出力が 100W になることで SSB では余裕が生まれました。しかし CW では 100W で CQ を出すと弱い曲の符号が取り切れず相手曲に迷惑をかけるため 30W くらいが適当です。144MHz 帯では、ケンウッドの TS711D を購入。出力は 25W でした。その後、ケンウッドの TS811。出力は 10W でしたが、格安で手に入りました。そうなんですね。TS711 と TS811 が揃うことで設備の充実感が味わえますね。約10年後にはケンウッドの TS790S が発売。デザインと操作性の良さが気に入り購入。出力が 144MHz 対 50W。430MHz 帯 35W になりました。その後 TS
680S の操作性の難や出力が安定しないことから、ケンウッドの TS850S を購入。DX の更新でも威力を発揮しました。約5年前には操作性の良さとバンドスコープが搭載されたことから、ICOM の IC7610 を購入。素晴らしい機能は技術革新を感じます。バンドスコープはバンド内が見渡せて本当にすごい機能ですよね。以上が40年余りの期間に購入した無線機です。これらの無線機は登録から外したものを含めて全て胴体保存をしています。またカタログや取扱説明書も残しています。そうなんですね。これが IC260 のカタログです。40年余り前になりますね。こういう内容になります。40年前にしたらもう素晴らしい機種でした。これが TS790S のカタログです。このように操作性が非常に良いということが説明されています。デザインも非常に良かったですね。次に TS850S です。このように、ケンウッドは当時は非常にデザインが良かったですね。それから操作性も非常に良かったです。だいぶこの機能を使って DX で稼がしていただきました。次に取扱説明書です。これは TS770 の説明書になります。今から40数年前になりますね。当時のこのような説明がされております。それから回路図ですね。 680S の取扱説明書です。もう四隅がちょっと変色してますね。このように、操作説明がされてます。非常に懐かしいですね。 TS711D の、説明書になります。操作説明がこのように記入されています。これが TS790S の説明書になります。このように非常に分厚くなりましたね。このように丁寧に操作の説明が記入されています。もちろん回路図もこのように説明されていますね。それでは今日はここまでになります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。